はい、どうも、まさきちです。今日は、How to っていうか、まあ、いろいろなリズムを ですね、やっていこうと思うんですけど、とりあえず、まあ、よくある、まあ、日本の人たち動画でやるリズムですね。で、言うと、まあ、あまり僕曲は知らないんですけれども、その皆さんがそのペンドラムとして載せてるやつは、まあ、よく載ってる千本桜っていうと、ローリングアールっていう。まあ、それだけ見たんですけども 早めの曲でなかなか変えていくのは難しいと思うんですけども、早めの曲っていうのは、まあ、結構難しいと思われがちですけど、一つのリズムがしっかりできたら、あと少しずつスピード上げていけばいいだけなので、そのローリングアールとか 千本桜、まあ、それ以外ちょっと本当全然わかんないですけど、まあ、みんながやってるリズムっていうのは、二三四二二三四一二三四二二三四ってこういうようなリズムですね。まあ、あとはそれ、一発目、まあ、二回目の一二三四のところを二発にしていた。一二三四二二三四、こんな感じですかね。まあ、それが本当に早く。みたいな感じになってるんですけども、ずっと例えばこのままだったら、まあ、つまんないというか、まあ、疲れるだけとかね、早いとこうなるんで、例えば、ちょっとしたアレンジ、みたいな感じで、ちょっとまあこっちの。みたいな感じでやると、まあ普通に、ってなると、あ、ちょっと違うなってなるじゃないですか。で、あとは まあ16分、まあ普通に18分で、まあなんだろうな、あんまり8分のこのっていうのが、まあ、あんまり好きなんだけど、単純すぎて。なんで僕的に、まあ、だからやっぱり、まあ、基本的に僕の動画ってあんま8分ってないんですけど、まあ、あっても、まあ、こっちとかねしてる理由って音の質なんですけども、例えばこの16分でも、まあ、音的には、タカ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 タタタタ、左と右でやってるから音が違うんですね、やっぱり。タタ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 。で、これを、まあ、僕の場合は A メロか B メロとか、まあ、歌詞が何人かいるやつとか、ラップのところに変わったらとかで変えてるんですけど、例えば普通の時は、で、まあ、そうですね。だから本当にドラムとかやってた人とか、音楽を本当にしっかりやってた人じゃないと、そんな音の質なんて全然気にされないんですけれども、同じ16分8分であっても、ちょっと音の質が違うから、違うように聞こえる、やってることは一緒なんだけどみたいなのがあるんで、あとはまあ装飾音符って言っても分かんないと思うんですけど、こういう、まあ、ダラッダラってなるような音に近いのとかを、まあ、ダブルストークっていうのを2つ打ちって前に説明したんですけど、この普通の、ゆっくりその8ビートの時に、なんですけど、これも音がちょっと、音の質、僕はこういう、やったりもするんですけど、で、この2発、これも別に、やってますけど、感じでやることによって、まあ音の質がちょっと違うんですね。だからそういったことをやることによって、まあちょっと曲によってね、だから動画をよく見れば、まあ、スローとかしなきゃ分かんないのかな、早い曲だと。僕はっていうと、出てきと、っていうのを変えてるんですね。
まあ、そこまでこだわる人ってあんまないんですけども、やってやることによって、まあ、ちょっと気づいてくれるとか言ったら楽しいなみたいなね、まあ、自己満足ね。で、まあ、リズムを、まあ、他にもたくさんっていう考えだったら、まあ、さっきの16分音符でも、単純に、ここと、まあ、これとこれ、まあ、これだけでもいろいろできることってあると思うんですよ。さっきやったように、いろいろなリズムあるんですけど、でも例えば、まあ、そのペンドラムやってる人で海外の人たちもね、ペンタッピングとかで調べてたと思いますけども、ここ、まあ、これも曲中にやってますけども、っていうのと、ちょっと早く言ってみて、っていうのと、これもこんな感じで、まあ、ここでな、音の質を変えていく、まあ、いろいろコップ使ってる人もいますけど、あとはもうそのスクラッチンですね。まあ、一番多分やりそうな、で、まあ、あと両方とも。いうふうにやったりとかね、もうするとも結構レパートリーがね、増えてきたりとかするかなと。だから普通にやるもん、みたいなやつと、あとまあ3連符ですね。まあ普通の、まあ、四分音符っていうのがこの1234で、まあ8分3で16番で3連符では1232323423、まあ、もちろんその一つの拍に3つなんですけど、まあそれを普通にまあちょっと6連符っぽくも聞こえるんですけど、例えば普通のですけど、音の質で分かりやすいからこれダブルストロークで、で両手で見せるんだったら、普段こっちでいるから、むずいですね。まあ、6連符にやることによって、まあ、僕はやってる方が多いんですけども、まあ、曲によってはちょっと。やっていくと、まあ、ちょっとなんか、まあ、ごちゃごちゃしてるけど、なんか出なっていうのがちょっと伝わるみたいな。あとはその3連符自体をバスドラにしちゃうみたいなですね。ちょっと前も、動画で実はかんで、ね、ちょっと下手っぽかったんですけど、下手だったんですけど、普通にこのとか8分のこんな感じ、うん、ちょっと、まあ、こっちも複雑ですね、じゃなくて3連符で
的には多分その、ね、日本の皆さんがやってるような、のは、まあ、少ないんですけども、まあ、フィルインっていうその曲の変わり目みたいな感じで、使ったりとかもね、できるんで、まあ、そういった、いろいろ、まあ、なんか特にそんな僕も実際始めたのは、まだ1ヶ月経ってないからなんで、そんなね教えれるほどっていうレベルじゃないんですけど、まあもともとねドラムずっともう、小さい頃からやってるんで、その素性があるから、まあ何もやったことない人よりも覚えるの早いんですけどもサボクソードしちゃってますけど、まあそんな感じで、なんか、こういうのありますかとか言ってくれれば、まあ、お答えはできると思うんで、どういうこういう曲ってこういうの合いますかとかね、まあ、何様よって感じますけど言っていただければ、いいかなと思います。では長かったことありがとうございました。